こんにちは、しがない主婦のチャイです。今回の動画は業務スーパーにお買い物に行ってきたので、前半後半と分けて商品を紹介していきたいと思います。よかったら最後までご視聴ください。はい、まずはこちらフレンチフライズ買ってきました。フライドポテトになります。油で揚げるだけでいつでもサクッとホクホク食感のフライドポテトをお楽しみいただけます。おつまみやおやつにぴったり、必要な分だけ揚げてお召し上がりくださいとのことですね。こちらは内容量1キロ入ってますね。すごい大容量です。これってストレートカットを今回買ったんですけども、クリンクルカットや他のカットもあって、確か 2,3 種類カット違いで売っているんですね。私はその日の気分によって、まあ、ストレートカットにしようかなとか、そういうの決めて買ってるので、今回はこのストレートタイプを買いました。油で揚げるだけでも OK だし、あとノンフライヤーでチンってやるだけで食べれるので温めることが多いです。2キロのささみ、初めて買った商品でして、岐阜県の鶏肉になります。結構安く売ってたので、わすごい試してみたいと思って購入しましたね。産地で凍結された商品になります。枝豆のさやから身を取り出し、軽く湯通しして急速冷凍しました。様々な料理の素材として必要な量だけ取り出して簡単便利にご使用いただけます。内容量は 500g 入ってます。これは軽く湯通ししているので、まあ、お好みの調理方法で凍ったまま加熱して使える商品になりますね。私この枝豆、何回か買ったことあって、もうそろそろ切らしちゃいそうだったので買ってきましたね。これすごい便利なんですよね。ひじき煮に入れたりもしましたし、炊き込みご飯でも使えるし、マリネでも使ったりします。あとは流水だけで解凍することができるので、解凍してサラダの上に乗っけて食べたりしています。加熱してもコリコリとした食感が残っていて、すごいいいなと思って、最近このむき枝豆よく食べてます。うちでは大定番のブロッコリーも購入しました。使いやすいサイズにカットしたブロッコリーを軽く湯通しし、急速冷凍いたしました。サラダ、スープ、炒め物、煮物、煮込み料理など和洋中問わず様々な料理にご使用いただけますとのことですね。ただ葉の部分が傷んでる場合があるんですね、茶色くね。なのでちゃんとしっかり確認して買うようにしてます。まあ、外れると結構傷みが多いブロッコリー入ってたりするので、当たり外れがある商品ではあるんですけど、まあ、味は問題なく私は好きなのでよく買ってます。こちらも何度もリピートしてるかぼちゃです。使いやすいサイズにカットしたかぼちゃ、急速冷凍しました。種取りしてあるので、そのまま料理の素材として使えます。内容量は 500g です。私は今体質改善してまして、甘みが欲しいなって思ったりするんですね。なのでこういうかぼちゃで甘みを使ったおかず系のご飯も食べたいなと思って購入しました。煮物やスープ、サラダなどに使えます。電子レンジでも加熱して使うことができるので、時短料理でもいけそうですね。きび高原鶏の胸肉なんですけども、2キロ入っています。私はね、きび高原鶏のお肉シリーズ大好きなんですよ。うちの地域ではあまりきび高原鶏の鶏胸肉見ないので、発見して買ってきました。しかもラス1でしたね。すごい嬉しい。すごい柔らかくって美味しかったので、食べやすいですね。臭みもなくてすごいいい商品だなと思います。冷凍さぬきうどんになります。1食あたり 200g 入っていて、5食分入ってますね。レンジでチンして食べることもできるし、ボイルするだけでも食べれます。レンチンだと 500W 4分で食べれますし、ボイルだと90秒でできるそうですね。つるっとした喉越し、もっちりとしたコシのある食感が魅力です。
内容量が 300g 入っています。1人前 3g 使用すると仮定した場合100人前できるそうです。すごくないですか？そんなに使うって思うかもしれないけど、結構コンソメって小さいサイズすぐなくなっちゃいませんか？うちだけかもしれないんですけど、もうすぐなくなっちゃうんで、今回思い切ってコンソメの大きいもの買ってみました。この商品初めて買うと思います。粉末濃縮タイプ、国内で製造されていますね。もう一つ別のタイプの 300g で同じ金額のコンソメがあったんですけども、こちらを買った理由は国内製造だったからです。隣にあったものは、まあ、中国産のものだったので、同じ値段だったら国内買いたいなと思ってこちらを選びました。内容量は1リットル入ってます。すごい大容量なんですけども、すごいコスパが良くてよく買ってます。値段の割には私的には美味しいなって思ってて、だし巻き卵もこれで作るし、うどんつゆもこれで作るしっていう感じで、すごい私は大好きな商品です。開封したら冷蔵庫の中で保存する商品になります。まあ、ぜひ気になる方がいましたら一度お試しください。ひき肉の代わりに大豆を使用したトマトベースのソースです。パスタはもちろんドリアやラザニアにもご使用いただける商品ですね。内容量は 680g 入ってます。大豆で作られた商品なのですごいヘルシーかなとは思います。1.6mm の内容量が 1kg 入ったスパゲッティも買いました。めっちゃ大容量。いつもはこれの半分くらいの量、 400g だったかな、そちらをよく買ってるんですけども、どうせだったら大容量がいいなと思って買いました。これは初買いですね。まあでも味は全然美味しいので、これを使ってパスタ作ってみたいなとも思ってます。オーガニック全粒粉のスパゲティになります。これも先ほどのスパゲティと同じように 1.6mm になります。こちらは内容量 500g 入っていますね。体質改善を今してるので、なのでこういうのも積極的に使っていきたいなと思って買いました。全粒粉のスパゲッティは結構茹でた方がもっちりとしてて美味しいので、茹で時間は長めにしてますね。フライパンだけでパスタを作ったことがあるんですね。すごい美味しかったんですよね。もっちりとした食感がより味わえた気がして、フライパンで作った方が美味しいって気づきました。ぜひよかったら試してください。作り方が知りたいよっていう方がいましたらリクエストいただけると嬉しいです。前半戦最後の商品紹介です。こちら桃まんじゅう買いました。これ可愛くないですか？もうパッケージすごいピンクで可愛い。初めて買いましたね。ふっくらとした柔らかな生地に滑らかなこしあんが入ってた桃まんじゅうになります。これは電子レンジですぐに温めて食べることができますね。内容量は 450g 入ってます。全部で15個入りです。食べるのすごい楽しみ。かわいい、こんな桃とか絶対もうかわいい。これはギョムスーパー購入品紹介が終わりました。また次の動画で後半上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。今回の動画がいいなと思ったらグッドボタンとかチャンネル登録とかいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではチャイでした。またねー。